はい、皆さんこんにちは、吉田島さんです。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。はい、ですね、今日ご紹介するのはこちらですね。バシンバン、はい、癖になる美味しさ、チョコ大豆きな粉、香ばしい大豆に、きな粉のチョコをコーティングしました。あ、そう、きな粉のチョコ大豆、すごいね。きな粉の、あれ、ハサミどっかちょっとな、あった大豆だからあれかな、あのなんだっけ、あの豆まきの節分の時にまくあの豆みたいな、あれにそのきな粉のチョコレートコーティングをしたのかな、わかんないけど、見た目なんかこんな感じですね。本当に大豆が普通に入ってるみたいな感じ。ちょっと初めてですね。食べてみます。うん、やっぱりそうだ。うん、あー、でも不思議な味だな。そうですね、節分の時の豆のあの豆ですね。うん、うまいな。でもな、うまいな。きな粉っていう組み合わせがいいですね。うん、星8つ。うん、これは意外と良かった。香ばしい、うん、さっきも言いましたけど、きな粉のチョコっていうのがね、組み合わせとして抜群でしたねこの大豆に関して、はい、対してですね。はい、これも100円ショップで100円ですね。ありがとうございます。ということで今日ご紹介したのはですね、どちらから出てるんでしょうかね、こちらね、埼玉県の会社でございますね。はい、チョコ大豆きな粉でした。